ーの、せーで。みなさんこんにちは、ハピバインチャンネルです。イエイ。今日はバレンタインが届いたそうなので、紹介していきたいと思います。イエーイ。今回いただいたのは、こちら。すごい、シンプル。嬉しい。いっぱいもらったね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。それではまずは、このすみっコぐらしの封筒に入ったお手紙になります。ひなたちゃんからのお手紙です。はい。ここで書いてある。おすごいかわいい。光って見えるかな、しのちゃんと、さゆちゃん。さゆちゃんとしのちゃんの似顔絵を描いたので見てください。ハートがピンクだ。ピンクだ。ここで質問ですって書いてあるんですが、今度ね、質問コーナーを、ちょうどねやろうかなと思ってるので、はい、このね質問をひなたちゃんが書いてくれたんですが、これも今度ね答えていけるようにしたいと思うので、はい、今はここではちょっと発表はしないんですが、これからも YouTube 頑張ってください。じゃあバイバイ、ひなたよりって書いてあります。ありがとうございます。次はこの水玉の封筒に入ったお手紙を開けていきたいと思います。こっちがねしのちゃん、こっちがねさゆちゃん。かわいい。よ、さやちゃん、しのちゃん、そしてママさん、こんにちは。こんにちは。私の名前はさとみです。私がスクイーズを好きになったのも、スクイーズのことで友達ができたのも、すべてハピバニチャンネルさんのおかげです。だって、嬉しいね。嬉しい。口紅のネックレスはさゆちゃんへ、マーモンと水色のクマちゃんのオブジェはしのちゃんへプレゼントします。ありがとうございます。ネックレスは私とお揃いです。だって、おしゃれなさゆちゃんならきっと似合うと思って買いました。おー、ありがとう、ありがとうございます。クンクンしてみて、匂いするかもよ。匂いした、匂いする。はい、これもさとみちゃんからしのちゃんへね質問が書いてあるので、これも今度ね質問コーナーで紹介したいと思います。下にさゆって、おー、かわいい。こんな感じでつけられました。すっごくかわいいです。さとみちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。藤は、藤はラプンツェルの封筒です。はい、お、かわいいの出てきた。伊沢寺のうまい棒だって。ハピバニチャンネルさんへ、私から質問します。はい、また質問が来ました。はい、これは質問コーナーに取っていきたいと思います。はい、来て、さゆちゃんのね絵を描いてあります。こんな感じで髪の毛を下ろしたさゆちゃんって描いてくれてます。ありがとうございます。そしてね、お名前がねないんですよ。ね、ここにウームの住所は書いてあるんですが、ちょっとねお手紙の中にもねお名前と住所もなくて、はい、でもお手紙ものすごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次はこちらの茶色い封筒に入っていたお手紙になります。はい、すみっコぐらしのシールがいっぱい入っています。おー、かわいい。ありがとうございます。ねえ、見て、ほら、これ、あとはこのすごいかわいいすみっコぐらしのメモ帳が入ってる。付箋になってんのかな。かわいい、めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。シロちゃんより、シロよりって書いてあります。マモマスだって。ハピバニチャンネルさんへ、こんにちは、小学5年生のシロです。毎晩レターを送ったのですが、覚えていますか。覚えてる、覚えてる。うん、さゆちゃんとしのちゃんの笑顔を見てると癒されます。お、ありがとうございます。ありがとうございます。質問です。また質問が来ました。はい、はい、これも、これも質問コーナーに撮っておきたいと思います。ごめんなさい、待っててください。これからもずっと動画を見るので頑張ってください。シロより、ありがとうございます。スイーツをプレゼントしますって書いてあります。ほら、こんな感じで温泉まんじゅうのやつ上手、上手、すごい上手。うん、上手。コーティングは何を使ったのかな。サッカークリアかな。すごい、ありがとうございます。そしてもう一つ茶色い封筒に入ったお手紙になります。はい、開けてみるよ。よっしゃ、シールが出てきた。キラキラシールだよ。え、何ほら、こんな感じのキラキラシールと、ミニーちゃんの消しゴム。すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ハピバニチャンネルさんへ、いつも動画を見てます。私が大好きな動画は机紹介です。他にも食べられるスライムの動画も好きです。リクエストです。お部屋紹介してくださると嬉しいです。お部屋紹介ね、リクエストが結構あるんですけど、
なんとですね、さゆちゃんの部屋はとても汚いです。はい、そういうことです。しのちゃんのおもちゃもある。そう、しのちゃんのおもちゃがあったり、あと洋服がかけてあったり、ベッドがあったり、そう、結構ね、6畳で2段ベッドが置いてあって、机が置いてあるので、結構ね、キツキツなんですよね。お片付けしたらできたらいいなと思っています。はい、そうですね。これからも面白い動画を出してください。かなほよりって書いてあります。かなほちゃん、ありがとうございます。じゃあもう一個、え、すごい。ピバニチャンネルさん、いつも面白い動画を出してくれてありがとうございます。毎日ピバニチャンネルの動画を見て元気をもらってます。お、同じ感じだけどね、かなほちゃんとたまこよりって書いてある。たまこちゃんと、かなほちゃんが同じ封筒にね、入れたお手紙になってます。ありがとうございます。はい、次はこちらのね、お花の封筒に入ったお手紙になります。質問カードみたいなのがあるので、これも質問に回します。はい、アメちゃんのスクイーズが入ってます。すごい。そしてさゆちゃんへ大好き、しのちゃんへ大好きってお手紙が入ってます。スクイーズ触ってみた。スクイーズ触ってみて。あとね、スライムのね、アドバイスが書いてあるから読んでねってやつと、お、ママさんへとお手紙もある。え、すごい。はい、いろんなメモ帳が入ってて、6枚ずつしのちゃんとさゆちゃんで分けて使ってねって書いてある。ありがとうございます。はい、ここにスライムのアドバイスが書いてあるよ、ぜひ読んでねって書いてあって、ママ読んだので、今度このアドバイスを元に作ってみたいと思います。はい、みーちゃんさん、ありがとうございます。はい、後でゆっくりお手紙を読んでみたいと思います。はい、またね、すみっこ暮らしの封筒に入れてお手紙を書いてくれました。じゃじゃーん、かわいい。お、え、これプラ版。うん、かわいい。これはたけのこの里のスクイーズを作ったのかな。そう、ちょっとたけのこだ、たけのこだね。じゃあお手紙を読んでみます。はい、みそらちゃんです。ついちゃんへ、こんにちは、いつも動画ありがとう。私は小学1年生です。だって、すごい、すごい。1年生の子を見てくれてるんだ、すごい嬉しい。嬉しい。 YouTube 頑張ってね、みそらって書いてあります。じゃん、あ、ここからね、ピバニチャンネル、さゆちゃん、イエイって書いてある。イエイしてくれて、うん、すみっこ暮らしも書いてある。みそらちゃん、ありがとうございます。はい、次はこのね、パンダさんが書いてある手紙です。バーン、いっぱい入ってる。うん、またキーホルダー、じゃ見て、プラバーいっぱい入ってるよ。あとスクイーズも入ってる、手作りスクイーズ。あ、これスミッコブラシの、あとシールだね。だ、あ、見て、スミッコブラシのプレゼント、かわいい。スミッコブラシツアーガイドだって。え、すごい、ありがとうございます。はい、すみっこ暮らしのね、手作りスクイーズが入ってました。こんな感じ、すごいペタペタしてる。ペタペタしてて、ちゃんとね、ボールチェーンまでついてます。すごい、ありがとうございます。さゆちゃんへ、一回送ったことがありますが、髪がくっついたようなので、もう一回送りました。質問ですってまた書いてあるので、また今度この質問は、はい、質問コーナーに回したいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ホルミちゃんだったかな、プレゼントのスクイーズ、本当にありがとうございます。それでは次はこちらの大きい封筒になります。はい、すみっこ暮らしのね、シールが貼ってあります。かわいい。うん、すごいかわいい。そして中にはこんな感じのプレゼントとかも入ってます。ありがとうございます。お、ミニオンのね、ボール、ボールだ。おー、かわいい。お、かわいい、つむつむだ。ママはね、メモ帳とお手紙が入ってる。鉛筆。お、来たんだ。もう、よかったね。すごい、可愛い消しゴムまで入ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。ママさんへ、いつも面白い企画を考えてくださってで、嬉しいです。さやちゃんたちと一緒にこれからも動画制作頑張ってください。Cより、あ、Cちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして手作りのしおりが入っていました。さやは本が大好きなので、このしおりで本をいっぱい読みたいと思います。次はこの袋に入ったお手紙になります。お、リンくんへと、さゆちゃんへってことは、かわいい、しのちゃんへとかも書いてある。アンパンマンの絵が書いてある。やった、ママさんへ読んでください書いてます。そしてね、こんな感じのプレゼントも入ってました。シノが出してるマイメロだ。マイメロだ。まずお手紙読んでみてください。はい、しのちゃん、かわいい、いつも見てるよ。だって、あと
しのちゃんのところに質問って書いてあるんですけど、これもまた質問コーナーに回したいと思います。はい、ありがとう。おうくんは何て書いてあるんだ。あ、せんにも質問が書いてあるので、この2人のとか質問は全部質問コーナーに回したいと思います。はい、すいません、待っててください。パパも書いてくる。つつ&ほのちゃんからね。あー、すごい大事ちゃん。おー、スイカ嵐の可愛いペン、すごい可愛い、春らしいね、うん、鉛筆可愛いね。お、ひなちゃんのペンだ、ミニオール、ミニオール、ひなたペンだ。あ、こっちした。あと、このスミコブラシの消しゴムも入ってました。可愛い、ありがとうございました。ありがとうございます。いつも動画を見ています。手作りスクイーズすごいですね、参考になります。毎日投稿大変そうです、体に気をつけてください。ありがとうございます。私たち小5でさゆちゃんよりも上です。さゆちゃんもしのちゃんもりんくんもママさんも大好きです。さて、嬉しいね。うん、嬉しい。もっともっと手紙を送るのでよろしくお願いします。あ、ちなみにりんくんって何年生ですか。何が好きなのか教えてください。りんくんはね、今ね、つつ&ほのちゃんと同じ5年生になりました。はい、何が好きなのかな、後で聞いとこうね。うん、リンくんにもね、お手紙があるので、リンくんに渡していきます。はい、渡しておきます。めっちゃ可愛い口して、ありがとうございます。はい、次はこちらのハピバニ様って書いてある大きな袋になります。はい、ミッキー折り紙上手だね、すごい可愛い、うん、そしてね、スクイーズが入ってる、本当だねーってやってるやつ。こっちがね、さゆちゃん、うさよりって書いてあります。こっちがしのちゃん、イエーイ。はい、はい、じゃあ読んでください。いつも動画見てます、だってしのちゃん、え、いつも動画見てます。しのちゃん可愛いですね。さゆちゃんにも書いたのですが、できればサイン欲しいのです。しのちゃんは何歳ですか。今度お手紙欲しいです、よろしくお願いします。ファンレターの動画待ってます、うさより。3年生のうさちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてじゃん、封筒がね、ハピバニ様ハート。お、メモ帳、スミコブラシのメモ帳。あ、かわいい。お、まだ持ってない、スクイーズ、ちょっと見たら超ミッキーがいる、かわいい、かわいい、すごい上手。え、上手ないの。え、なにこれ、スクイーズかな、すごい。そしてこんな感じでシールが入ってる、ワンちゃんの。いつも動画を見てます、4年生になっても頑張ってください。ゆなよりって書いてあります。ありがとうございます。ありがとうございます。プレゼントありがとうございます。はい、次はこちらのお手紙の封筒に入っているものになります。すごい可愛い、すごい、めちゃくちゃある。違う、じゃじゃじゃん、おお、可愛い、すごい、チャンネル登録者数5万人って、お、本当だ、もう少しでね、なんと3万人。もしかしたらこの動画が出る頃にはたまに達成してると嬉しいんだけど、はい、目指すは5万人目指したいと思います。かわいい番号もありがとうございます。ありがとうございます。ハピバニチャンネルさんへ、いつも楽しく動画を見させてもらってます。この前もファンレターを送って2回目です。モーリーファンタジーがね、近くにないから、でもハピバニチャンネルさんを見れば行った気分になります。これからも頑張ってください。ヒヨよりって書いてあります。ありがとうございます。ヒヨちゃん、そうだね、お手紙くれたね、くれたね、まあね、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてプレゼントもね、ありがとうございます。すごい、こんなのもすっごい可愛い。それでは次、じゃん、こちらのね、大きい封筒に入ってるお手紙になります。はい、お手紙とスクイーズが入ってました。はい、ありがとうございます。どうぞ。しのちゃんへ、少し遅いけどお誕生日おめでとう、だって。ありがとう。はい、もう4歳だね、立派なお姉ちゃん。この1年間しのちゃんにとってとってもとっても良い年でありますように。マヒニャン、マヒニャンさんだ。かわいい。あれ、前のマヒニャンちゃんってお手紙くれたよね。くれた気がする。さゆちゃんへ、この前のやつ紹介ありがとう。お、やっぱそうだ。あ、やっぱそうだ。今回はイラストスクイーズ、ペンギン、このペンギンの人形だよ。すごい可愛い、お寿司のやつだ。本当だ。あ、すごい可愛い。本当だ。キュウリ。イラストは冬なのでマフラー巻いてる。さゆちゃんを描いてみてよ。人形いらないかもしれないけど、ごめん。よよよ。へえ、すごい可愛いし。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。また来月送るね、だって。マヒニャン。ありがとうございます。ありがとうございます。ほら。かわいい。かわいい。イエーイ。かわいい、たたい、一回。こんな感じで、マヒニャンちゃん、すごい上手なの。超上手。すごいかわいい。ほら。お誕生日。4歳のお誕生日おめでとうだって。
しのちゃんお姉ちゃんだもんってここに書いてある。そうよ。あれこれ水系かと思ったら違う粘土なんだ。え、粘土？うん、粘土というかジルというか。ほんとだ、もちもち、もちもちしてる。あ、次はこんな感じのね、レターパックライトに入れて送っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。フィスクイーズ、ちょっとママが開けてみるね。ほら見て、ほっぺちゃんいっぱいある、うん、私、三日暮らしのシール、ほら、腕につけられるやつ。あ、ブレスレットだ。ひのはこれだいな。髪の毛のゴムでもいいかもね。うん、ベバニーチャンネル、さやちゃん、しおちゃんへ、いつも見てます。これからも楽しい動画楽しみにしています。色は黄色と赤です。さやちゃんは黄色が好きなので、しおちゃんは赤が好きなので、その色にしました。ありがとうございます。これからも元気で頑張ってください。お返事くれると嬉しいです。ゆうほちゃんです。ありがとうございます。ゆうほちゃん、ありがとうございます。すごい嬉しい、やっぱりお手紙って。お手紙嬉しい。ほら、こんな絵も描いてくれました。上手。さやちゃんがね、イエイってやってる絵。ほんとだ。そしてね、スニークグラスも描いてあります。ありがとうございます。かわいい、上手。はい、そして次が最後、こちらの封筒になります。はい。あ、待って、その前にさっきの手作りスクイーズ開けてみるね。あ、さゆちゃんって書いて、こっちしのちゃんって書いてある。回ってみたい。すごい、これあれだね、あの YouTube マーク。柔らかい、ふかふかしてる、うん、リボンもかわいい。これリボンかわいい、ペタペタしててすごいかわいい、うん、これすごいふかふかしてるね。 YouTube ボタン、うん、YouTube ボタン、うん、後ろがハッピーバニーチャンネルって書いてある。ハッピーバニーチャンネル、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、みんなもさ、こうやってコツコツ手作りスクイーズ作ってるって思うといいよね、なんかね。ママもまた頑張って作りたいと思います。リボン、あ、開けてくよ。まず、じゃあ、すごい手作りスクイーズ。おぉ、ペーストで作ったんだ、上手。すごい、作ったんだ。開けてみようか。かわいい、かわいい、すごい、美味しそう。なになに、クッキー、クッキー。え、何これ、え、何、ジャリジャリ言う、何、ちょっと待って、二人で触って仲良く、せーの、え、かわいい、かわいい、え、すごい上手、びっくり、なんか作り方教えてほしい。うん、そしてハピバニーチャンネル目指せ5万人、ずっと応援してます、頑張ってください。だってありがとうございます。嬉しい、見て、色紙、色紙にね、こんな風に書いてくれたの。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。ハッピバニの HB って書いてある、ね、すごい嬉しい、ね、なんとさゆちゃんに鉛筆が、可愛い鉛筆が、ありがとうございます。しのちゃん、シールも入ってます。しのちゃん、シールよかったね。そしてなんと、食パンのスクイーズ。ビバニーチャンネルさん、さゆちゃん、しのちゃんへ、はい、いつも楽しい動画見させてもらってます。今回初めてお手紙送らせてもらいました。何よこれ。だから今回お手紙送れたらとても嬉しいです。ありがとう。さゆちゃんはすごく可愛くて紹介もとても上手ですね。しのちゃんは可愛くてすごく頑張ってるね。質問です。じゃん、またこの動画を教えてもらいます。はい。はい、このね、質問はまた他の動画で作っていきたいと思うので、はなちゃん待っててください。パッケージのこの部分もエクレアになってるの。あ、クッキー、クッキー、これ何作ったのかな、かわいい、すごいかわいい。これ何、紙粘土とかで作ったのかな、すごいかわいい、すごいかわいい。え、このエクレアすごい上手よ。見て、ほら、いちごが乗ってた。え、白で大好きでしょ。いや、何、すっごい上手。めっちゃ低反発。低反発だし、超かわいい。この盛り付けも上手。超低反発。え、かわいい。すごい上手です。ありがとうございます。これでファンレターの紹介を終わりたいと思います。皆さん、ありがとうございました。これからもハッピーバニーチャンネルを頑張りたいと思います。それじゃあ行くよ。それではバイ。チャンネル登録はこちら。こちらの動画も見てね。また見てね。バイバイ。それでは行くよ。それではバイ。